ティセラは、エフテ施製造が1995年3月から2006年まで発売していたヘアケア製品のブランドである。施政堂グループにおいて、香りが特徴のヘアケア製品としては第3世代にあたる。シャンプー、リンスのほか、一時期はヘアコロン、トリートメント、ボディーソープも発売していた。発売当初は、シャンプーリンスが 600ml 入りで、 標準価格が800円であった。当時の競合商品にハーバルエッセンスがある。を示す。太字になっているアーティスト名はイメージキャラクターを兼務2000年代に入ると、この製品のメインターゲットユーザーであった10代女性にもカラーリングやパーマが定着してきたことにより、使用するヘアケア製品が髪のダメージを補修するタイプにシフトするようになった。加えて、 資生堂がメガブランド戦略を打ち出し、ヘアケア部門では椿に経営資源を集中させるため、ティセラはブランド整理の対象となった。こうして2006年春の生産終了をもって、ティセラは11年の歴史に静かに幕を下ろした。なお、このブランドにおいては、一度も詰め替え用の製品は発売されなかった。ありがとうございます。